こちらが K1 初参戦の古田太一、対するは K12戦目ノリ。第1ラウンドゴングが打ち鳴らされました。プレリミナリーファイト第1試合です。ヘビー級の一戦、まずは左のミドルキックから入ってまいりました。赤いグローブがノリ、前を詰めて前に出ていこうという古田太一です。まあ、古田37歳、ノリ32歳という、まあ、中村さん、はい、最近の K1 のこの傾向の中では、まあ、ベテランに入る選手たちですよね。そうですね、やっぱりヘビー級の選手はね、こうやっぱどうしても、ね、体をつくのに、ね、時間がかかるっていうところもありますし、まあ、ちょっとね、他の階級、軽い階級に比べると少しね、年齢が上がってるところはあるとは思うんですけども、まあ、古田選手はヘビー級の中でも非常にこうあまりこうパワーファイターでこうガツガツいくタイプっていうよりも、しっかりこう蹴っていって試合を組み立てていくタイプなので、そういった部分ではいわゆるヘビー級の中でもちょっとイメージ違うというか、自分のこう個性持った選手かなと思いますね。なるほど。ブレイク。古田はこれまで22戦のキャリアあります。14勝8敗、これが23戦目。対するノリは16戦8勝7敗、1分けという戦績が残っています。古田選手は序盤から右のローキックをしっかりこう蹴っていっているので、まだね、これですね、ビッグヒットというかまだね効いている場面というところまでいかないですけど、これをコツコツ蹴っていくと後半ね絶対影響出てくるんで、まあ、そういった意味ではある程度こう長いラウンドの試合っていうのも想定して戦ってるんじゃないですかね。なるほど。ここは古田が入ってこようというところをパンチで迎え撃ちますノリ。そしてこの体が密着した状態での膝切りを出していくのは古田の方。ここでタイムストップです。ただいま両選手に対し組みつきに対するコート注意が与えられました。両選手に対して組みつきに対する口頭注意が与えられております。さあ再びリスタート、リングのセンターを取ります。古田左のから左右のパンチ、まあ、ヘビー級ですから一発当たればというところを右一発返しました。古田です。ノリ選手が右ですね。古田選手の、まあ、手数で先に出していくのはノリなんですが、的確に当てているのは古田の方。ロープ際ブレイク。第1ラウンド残り間もなく30秒になろうというところです。今度は左のローキックを使いましたノリ。また近い距離になります。古田選手はやっぱあれですね、右のローキックと途中で何度か当たった右のパンチですね、はい、この2つをこう狙って戦っているような感じですね、あと今みたいな、ね、やっぱジャブも当たったりするとなかなかノリ選手前に出てこれなくなりますからね、ここもお互い突き放します。まあ、中村さん、K1 ではこう首相撲からの膝というのはいわゆるないわけですよね。そうですね、はい、クリンチしてから、最後古田がローキックを放ったところで第1ラウンド終了です。 9.18 埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナ大会プレリミナリーファイト第1試合はヘビー級の一戦で幕を開けております。さあ改めて中村さん、はい、第1ラウンドの印象いかがでしょうか。そうですね、古田選手がしっかりローキック、そしてこう要所要所 の右のパンチというのを当てていって、ね、ちょっとノリ選手としてはやりづらいというか、なかなかこうペース取れない、相手の攻撃もらってしまってというラウンドだったかなと思いますね。パンチの数を出していくのはノリなんですが、はい、しっかり当てていくのは古田の方という印象ですね。ちょっと古田選手の方がしっかり距離も取ってて、ノリ選手が出してきたところに右のパンチ返したりとか、うまくこう考えながら戦ってるなという印象の一覧でしたね。ワンツー、第2ラウンドです。ヘビー級の一戦、赤いグローブノリ、青いグローブ古田太一。まあ、そして第1ラウンドからこう体を密着させてというシーンが多く見受けられま す, そうです、ね、あれはちょっとね K1 ルールでは反則なので、右のローキック、またちょっとここでノリが少し抱え込むようにしました。ただいま青コーナー古田選手、相手参考に対するコート注意、こちらは今は古田に、ね、ホールディングのコート注意ありました。ワンツー前に出ていく、さらに左のミドルまでつなげていくのがノリです。
さらに密着してからの左の膝。まあ、第1ラウンド戦ってお互いの力量というものはなんとなく分かったでしょうからね。そうですね、またね、あの K1 ルール3ラウンドの短期勝負なんで、あんまりね、こう、そうですね、ノブ選手はああやってパンチで行く方がいいですよね。やっぱり手数の多さだったり、そういったところであのペース取りたいところだと思うので、ここも自ら踏み込んでいくのがノルの方です。ちょっと古田が後手後手になってきたか、ここでタイムストップ。そうですね、ちょっとクリンチがお互い多いと、ね、そのままあのペナルティとか減点だったりになる可能性もあるので、はい、ここはそうならないようにお互い戦ってほしいですね。そうですね、そして古田ここで右のローを出してきました。対するは左のミドル返していくノリです。左のフック、左右のパンチがあります。ノリ左のジャブから間を割ってついていこうという古田ですが、またこれ密着して膝、まあ、この離れ際も一つ、ね、チャンスではあるんですが、セコンドからは盛んに蹴っていけという指示も飛んでいる青コーナーの古田です。パンチが交錯する。古田選手としては1ラウンドのようにもっとあの蹴りたいでしょうし、ノル、うん、選手はそこに、うん、合わせてうまく返して踏み込んでいっていう場面は1ラウンドに増えたと思うので、はい、まあ、ここ勝負ですね、お互い、残り1分を切ったところ、第2ラウンドです。3ラウンド制で行われています。ここも密着する。ブレイクがかかります。ガードをしっかり上げての古田、ちょっとパンチ何発か当たって警戒し始めたか。ここ前に出ていく、まあ、ノリ選手のパンチと古田選手のローキックというか、うん、そんな展開になってきたかな。ノリはこう古田のローキックも結構構わず前に出てくるようになりましたね。いやでもあの、うん、ちょっとガクッと一瞬腰が落ちたようにも見えたノリなんですが、いや逆に前に出ていきます。残り時間が少ない第2ラウンド、近い距離で打ち合うか。膝も出していった右のストレート、最後は左の膝までつなげていった古田。ここで第2ラウンド終了のゴングです。こちらが赤コーナーのノリ、ちょっと第2ラウンドで戦況が変わりましたよね。そうですね、ノリ選手のこう馬力というかそういったところが目立ってたんですけど、やっぱ最後の終盤右のパンチもらってやっぱバランス崩したところが印象悪かったですね、うん、この序盤は結構ノリが手数でですね、前に出ていく、はい、中間距離の攻防はノリ選手がパンチとミドルとかあの辺でペース取りそうかなと思ったんですけど、やっぱ最後はあえてうまくね、はい、古田選手も入ってくるところに合わせましたね、うん。さあ残すはラスト1ラウンドということになってまいります。プレリミナリーファイト第1試合ヘビー級の一戦、ラウンド3ラストラウンド、最後の3分間が始まっています。ノリ対古田、赤いグローブノリ、青いグローブ古田です。K1 初参戦の青いゴロフ古田、対する2戦目のノリ、左のフックから前に出ていこうというところ、まあ、古田は連続攻撃なかなか許しません。そうですね、ノリ選手はのパンチミドル、うん、左のフック、はい、パンチだけにならずにこうやって蹴りも出しながらパンチでいけば当たると思うんで、ええ、そこを古田は第1ラウンドから使っている右のローで崩していきたいところ。まあ、あれでね、ノリ選手の足が止まったり動きが止まればいいんですけれど、そこができないとなるとノリ選手がそのままね、押し切る可能性もあると思うので、その突進力、前に出る圧力ではノリの方ですよね。そうですね、あ、ここで青コーナーの古田に組みつきホールディングに口頭注意が与えられています。さあスタート、残り2分間ということになりました。今の膝もいいんですけど、その後ね、古田選手もこうやってロー切り返してくるんで、また密着してお互い膝を出し合いますが、ここでブレイク。
このまま間とどうか。右のローキック古田です。ちょっと嫌がりましたかノリ。右のローキックが効いてきましたね。足止まったか。それでも拳は出していきますノリ。左の膝は古田です。ノリ選手もパンチで出てはいるんですけど、古田選手もねそこ多分また右のパンチ狙ってると思うんで、下利かされていったところに右もらうっていうのがねちょっと危ないですからねノリ選手としては、それが古田の作戦かもしれません。その作戦がはまるかどうか。まあ、でもやっぱ必ず、ね、攻撃もらっての最後ね古田選手ロキと蹴るっていうのを徹底してるんで、ここでまたタイムストップです。今度はノリに対してホールディングコート注意がありました。さあ時間がありません。少なくなってまいりました。ファイナルラウンドです。まあ、本当に最後の1秒まで、まあ、一発当てれば試合がその瞬間終わるというこのヘビー級の一戦ですが、古田に今度は警告ですか。次もらってしまうと減点ということになってしまいます。そうなると今までの、ね、取ったポイントがマイナスになってしまう、ここそこに乗じてノリが一気にパンチを出していく。残り30秒を切りました。ファイナルラウンド右のスライド、もう一つ古田のパンチが当たり始めたか。ここも両者が釣れます。残り10秒を切りました。ここもブレイク、古田が前に出ていく。ロングレンジからのフック、左のフックもあったんですが、ここで試合終了のゴングです。試合は判定ということになりました。まあ、中村さん、はい、決定打はなかったですか。そうですね、まあ、大きく試合が動くような攻撃というのはなかったですけど、まあ、細かいところの適切な攻撃というか、はい、ヒット数では古田選手の攻撃の方が目立ってたかなというのは、まあ、トータル通しての印象ですけどね。まあ、そのあたりがジャッジどう判断するか。さあ判定です。プレリミナリーファイトヘビー級の一戦、ノリと古田太一。判定の結果をお知らせいたします。ジャッジ勝本30対29、青古田。一人目古田。ジャッジ芹沢29対29、ドロー。ジャッジ伊藤30対29、青古田。以上判定2対1をもちまして、勝者をコーナー古田太一。お聞きいただいた通り判定2対0をもちまして、この試合古田太一に外貨が上がっています。本当に中村さんおっしゃった通り、そうですね、ジャッジも、はい、そういうジャッジを下しましたね。そうですね、まあ、ここでねまずしっかり一つ、まあ、勝ったというところでね次にはつながったと思いますし、これあと、まあ、K1 ルールで、ね、戦う上でね中間距離でパンチ打ち合うとか、はい、やっぱりクリンチにならないようなテクニックっていうのもここからまたね身につけて、このケアのリングで戦ってまたリングに上がってほしいなと思いますね。そうですね、まあ、37歳という年齢ではあるんですが、何かそのベテランの意地を見せたような試合になりました。プレリミナリーファイト第1試合 K1 ヘビー級の一戦は古田太一が判定2対0、ノリを下しています。